南京オシはカモメカモカに分類される鳥類の一種。中国南部、南アジア、東南アジアで繁殖する。中国南部で繁殖した個体は、冬季、インドネシアやオーストラリア等の南方にわたり、越冬する。日本では、沖縄県与那国島で1972年3月、沖縄県タラマ島で2010年6月に観察されている。また、2010年5月には、 大阪府でも観察されており、この個体には足輪などの飼育されていた痕跡はなく、関西の動物園でも本種を飼育していた動物園はなかったことから自然トライした可能性が高いと考えられる。全長約33センチメートル。日本で記録されたカモカの鳥としては最も小型の種類に属する。有生鳥は頭部は白色だが、額から頭頂は 黒褐色。背中から尾は黒色で、体の仮面は白色である。メスの成長は顔の茶色の通り目線があり、体の上面はやや褐色味を帯びる。淡水域の故障や湿地、河川、マングローブ林などに生息し、将軍活害で行動する。植生は植物食で水草や植物の種子などを食べる。 こうした食物を水中に頭をつけて取る。繁殖形態は卵生。軌道に映像する。一腹6から1個の卵を産み、放卵日数は22から24日である。以下の2ア種に分類されている。ありがとうございます。